カンバーランド公は、イギリス王家の一員に与えられた公爵位。イングランド北部のカンバーランドに由来する。カンバーランド公として3度、カンバーランドストラサーン公として1度、カンバーランドテビオットデール公として1度創設された。1525年に創設されたカンバーランド伯爵の爵位が、第5代カンバーランド伯爵ヘンリー・クリフォードの死と共に廃絶されると、 翌1644年1月24日に、イングランド王チャールズ一世のウィルパート・オブ・ザ・ラインが、イングランド貴族であるカンバーランド公爵とヨークシャーにおけるホルダーネス伯爵に除された。ルパートは、イングランド内戦で、国王軍の指揮官を務め、王政復古の後は、数密顧問官に任命され、王立協会フェローにも選出されたものの、生涯見込んで着手を残さず、 1682年に死去するとカンバーランド公爵の爵位は廃絶した。アン王女の夫でデンマーク王フレデリック3世の息子であるジョージ・オブ・デンマークは1689年4月6日にイングランド貴族であるバークシャーにおけるオッキンガム団爵、ウエストモーランドにおけるケンダル伯爵、カンバーランド公爵に譲された。ジョージは ロードハイアードミラルやご校長官といった名誉職に、就いたが、1七0 8年に死去した時点で、存命の息子がおらず、爵位は廃絶した。クレートブリテン国王ジョージ二世の三男ウィリアム・オーガスタスは、1 7十六年七月二十七日に、クレートブリテン貴族であるオルダニー男爵、コーンウォール州における、トレメートン子爵、サリー州における、ケンニントン伯爵、 ハートフォードシャーにおけるバークハムステッド公爵、カンバーランド公爵に譲された。国王の次男には、一般的には、ヨーク公の称号が授けられており、ウィリアム・オーガスタスも養成したジョージ・ウィリアムを除くと、国王の次男であるが、ヨーク公の爵位を所有していたアーネスト・オーガスタスが、存命中だったため、ウィリアム・オーガスタスに、ヨーク公の爵位を授けることができなかった。ウィリアム・オーガスタスは、 軍人の道を歩み、デッティンゲンの戦い、フォントノワの戦い、カロデンの戦いに参戦した後、1757年にクローステルツイベン協定を締結した角で軍を引退せざるを得なかった。1765年に生涯未婚のまま死去したため、後継者がおらず爵位は廃絶した。1766年、ウェールズ公、フレデリック・ルイスの息子で、 ジョージ王子の弟にあたるヘンリー・フレデリックがカンバーランド・ストラサーン公に除されたが、一代で廃絶した。1799年、ジョージ三世のイツオ・アーネスト・オーガスタスがカンバーランド・テピオット・デール公に除された。アーネスト・オーガスタスは1837年にエルンスト・アウグストとしてハノーファー王国の国王に即位し、1851年に死去すると、 息子ジョージがハノーファー王とカンバーランドテビオットデール公を継承した。ハノーファー王国は1866年にプロイセン王国に併合されたが、ジョージはハノーファー王への請求を取り下げないまま1878年に死去、息子アーネスト・オーガスタスがハノーファー王への請求とカンバーランドテビオットデール公を継承した。 アーネスト・オーガスタスは1878年にガーター勲章を授与されたが、1915年5月13日に剥奪され、1919年3月28日には1917年、称号剥奪法に基づく国王ジョージ5世の命令により、カンバーランド・テピオット・デール公の爵位を剥奪された。クラクロフト貴族名官によると、 アーネスト・オーガスタスの三男アーネスト・オーガスタスの孫、アーネスト・オーガスタスは1917年、称号剥奪法第2条に基づき、カンバーランドテピオット・デール公の回復を求めることができる。ありがとうございます。